ちょっと待って、こんな感じ。いける？え、いけるさあ先生では、はい、こんにちは。こんにちは、みゆです。森です。ちょっと山ちゃんがいないので、うんうん、自撮りで、はい、いけるもんですね。いけた。ちょっとホームビデオ感が強いかな。じゃあ、はい、ここからラウンド編に入っていきます。はい、ちょっと頑張っていきましょう。はい、はい、で本番は、まあ、基本的にその私からアドバイスっていうのが、まあ、あの本番って検定試験の時にできないんで、はい、まあ、ちょっと皆さん見ながらで、どうしてもこれ直しておきたいなってことがあればちょっとアドバイスをさせてもらうんで。わかりました。で、ちょっと打つ時に自分が何考えてるかってこう喋りながら、口に出しながらちょっと回ってもらえるといいなと思うんで、はい、それちょっと、はい、確かに考え方のところもなんか違ってたら、そうそう、違って全然ね、結果も変わってきちゃうんで。わかりました。頭の中で考えてることを声に出しながら、はい、で声に出すことで整理もできるんで、頭の中、はい、ここからラウンド編はやってもらうと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。温かく見守ってあげてください。はい、お願いします。では、行きましょう。テーププルプルだ。中盤スタート、パー5やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。結構そんなにコースは、はい、くねくねしてないので、あの木を狙って。木を狙って、はい。はい。ちょっと風がアゲンストなんで、風を読むまで行きますね。はい、読むというか、そのアゲンストの場合、その、まあ、左に曲がるボールも右に曲がるボールも、はい、普通の風ない時に比べると大きく曲がりやすいんですよ、風の影響を受けて。なんでアゲンストの時は、まあ、いつもちょっと右に行くからちょっと左じゃなくて、そのちょっと左がちょっとじゃなくなっちゃう、風の影響で、でちょっと大きく読んであげるっていうのを意識してあげるといいかな。なるほど。よし、お願いします。お願いします。ナイショーナイス。確かに右グッドショットです。よしよし、事故なくてよかったです。最初はいつもなんとなくうまくいきますね。レーザー持ってきたんで、ありがとうございます。距離を測りましょう。使い方わかります？あの、知ってるかもしれないです。あの、かもしれない。はい、不安不安。 あれか。あれなんですけど、そのレーザーはピンポイントでわかるんで、はい、まあ、例えばあそこの木までいくつとか測ってあげるといいかな。見えないです。 OK、 ちょっと貸してもらっていいですか。あ、しかもみゆちゃんそれね、逆。大丈夫です、後ろから私が、まあ、木まで130、まあ、全然7アゲンスト、あの木越えんだって150ぐらい、あ、チャルシャルから140ぐらいでいいかな。カットでいきますね。OK です。うん、ナイス。いけ、行ってもらった方がいい。まあ、右行っちゃいましたね。ちなみに右に行きやすい傾斜だったの確認しましたかね。実はちょっとつま先下がりでした。つま先下がりです。そうそうそう、だから右に行って全然おかしくない。逆にスイングというよりかはもう傾斜が、そう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 、影響されたかなっていう感じですね。はい、あれですよね、141ヤードと言いながらも、はい、ただちょっとこれちょっと見てもらうと、木が、はい、木がね、ちょっともしかしたら影響する場合もあるんで、しかもそう、バンカーがあるから、そのバンカーに刻む、バンカーの前、ちょっと待ってね、そこのバンカーの前の辺の上まで、こっから90ヤードぐらい、うん、9番でいきます。9番でいきます。すごい嬉しそう。はい、ベスト出したラウンドから初ラウンド、そうですね、半月前、うんうん、そうですね、うん、お、大丈夫そう、いけますね、いきましょう。いい、ナイス、いいじゃない、ナイスショー、いい感じ、よかった、素晴らしい。はい、75ヤード、75ヤードピッチングでいきます。
もうでもピンとこうまっすぐだけどちょっと大きいかな。上叩いちゃってめっちゃまっすぐでしたけどちょっと頭上がっちゃった。あの感じちょっと距離短くなってくるとねヘッドアップの気持ちあるから気をつけた方がいいかも。はい、そんなに豪快に行っちゃってもな。大丈夫、上げようとしないでボールの手前の砂と一緒に持ってっちゃう。そう、怖がらないでもドーンって上から入れちゃってん。そうで、で振り切る。はい、やってみます。そう、ナイス、ナイスアウト、ご満悦こう止まっちゃってるからもうちょっとフォローで長くだから押してあげるようなイメージで振ってってあげるとですね。なるほど、そうそうそう、はい、打って止まんないようにちょっと意識していただきましょう。わかりました。11番、今日 B グリーンなんで346ヤードパー4。左側をちょっと見られてて、これは右絶対アウトですからね、このロケーション。はい、この3本の木、右側の、はいはい、あの後ろなんかに行ったら次狙えないんで、絶対そこの木の、あ、ごめんなさい、木じゃない、黄色い旗あるじゃないですか、はい、あれよりも左で、左、左、はい、そう、うわ、およよよよよ、およよよよよよよ、どこ行きました今。え、あの、ちょうど、うん、丘の向こう側って感じかな。え、本当にそれこそ木どこ行っちゃいました。木よりもちょっと左かなっていう感じ。ちょっと高いし、まだまだ距離あるし、稼ぎたいし、こんな感じです。どうしたらいいんですかね。3度で1回出すってことをした方がいいのか、いやいや、うん、攻めの姿勢で。あ、そうで、攻めるときに、はい、攻めるか攻めないか決める方法としては、はい、こっから、まあ5球でいいや、5球って4球成功しそうだったらやってもらって大丈夫。それはじゃあそれはそれはって思ったなら、はい、その1回出す、そう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 、の方がいいです。考えてみて、これでじゃあ攻めます、攻めて顎に当たって、はい、もっとバンカー後ろ跳ね返って戻ってきましたとか、あとバンカーちょっと2回やるかもしれない、そうするとその2回目のバンカー次ダフりすぎてすぐそこですっていうんであれば、とにかく今のこれをそこに出す方が1打少なく狙えますよっていう。なるほど、さあ私はいつも1やっちゃってたかもだから絶対に、まあ、右ダメですよって言ったら、まあ、これもあって、まあ、ダメな方に行っちゃった時点で多分確定みたいな、って思ってもらった方がいいです。はい、だからここは4回で乗せればいいから、これ出すだけ、次をグリーンの近く寄せてアプローチで乗せるっていう頭に切り替えてあげないとダメ。しました、行ってみます。オッケー、はい、オッケーです、はい、ナイス、よし、いいよ、左側狙います。はい、行きがちなんで、うん、オッケー、ナイス、ナイショー、結果的にナイショーです。ちょっとだんだん視点がずれてきてるんで気をつけてくださいね。あ、テンションが上がった。そう、はい、チング3度のめちゃくちゃちゃんと振ったので50、あれ残りいくつでしたっけ。ピンまで64の縁まで53、エッジまで53ヤード、オッケー、3度でいきます。3度で、はい、やっちゃった、よかった。ちょっとね、さっきから近い距離ね、上げようとして頭上向いちゃってるから、そう、もっと残しておいてあげて大丈夫。はい、さあ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 、そう、さっきも言いましたよ、私聞いてます聞いてますいや、7時、9時だ、うん、オッケーオッケー、これちょっと、あ、ギリギリ大丈夫か、今ちょっとディポット入ってるかなと思ったけど、あ、ここにすりかけないな、
うわー、ミスってないけど。惜しい。まあいいでしょう。今ライが良くなかったからね。これでやっちゃおうかな。いいですよ。自分がこれだと思った方がいいです。こっちやります。自信がある方が一番いいから。ね、ちょっと待って、水素振りしないの？絶対距離合わないよ。それで届きますか？そうそう、フォロー出していって。そう、特に下ってるんですよね、こういうの。ただ手前に長い芝が入ってるんで今回。それでやっぱどうしてもボールの勢いは殺されちゃう。はい。って考えると、ちゃんとまあプラマイゼロぐらい見てもらえるといいかなって。まあ特に今日8.7フィートってなるとそんな速くないんですよ。7は若干重たいぐらいなんで、そんなに下りって言ってもスッていくような感じではないかな。はい、フォローを出して。ちょっともう一球ってどうかな、練習で。そうパターもダウンスイングで、そうある程度やっぱスピード必要。ちょっと減速しちゃう、まあなんかいわゆる緩んでるとかって表現する、はい、そうなっちゃってる。もう一回やってみます。そう。わらかにね。だパチンって打つわけではないんですけど、やっぱ緩んじゃうとどんだけ振り幅を大きくしても打てなくなっちゃうんで、はい、ちょっとそれはせないように。さあ本球です。そう、うまい。うーん、惜しい。ナイスイン。よし。ベントっておっしゃいましたっけ。そう、まあ120ですね。120。ほい。でしたらユーティリティで参ります。ほい。そうなの、ね、一応12番パー3、標準132になってるね。打ち下ろし入ってんだ。お、見えちゃよかったね、これ右セーフで。はい、パッと見分かれます、左にバンカーって左 OB なんで。はい、もういつも通り。うん、ナイスショー。いい、ナイス。いいとこ。はい。ちょいその安心した顔するのね。出た。さっきの20ヤードです。またピンまで20ヤード。OK です。ピンまで20って言われて何ヤード打とうとしました今。いや、あの縁を狙ってます。縁を。ちょっと作戦会議。そしたらそこの縁にも狙いたいんです。でコロコロコロって転がるイメージをしてます。私は。そしたらある程度なんかあの大体90センチが1ヤードなんで、一歩90センチぐらいで100歩けるようにしてってあげると、そっからエッジまで歩いていくんですよ。1、2、そう、ちょっと大股ぐらいで、だ大体10ヤードぐらいですよね。だいたいエッジまで10ヤード、っていう感じ。そうすると10ヤードというとですねって思うと、まあ、今回ぴったり、まあ、11とかで10ヤードぐらいだけど、はい、たまに13ヤードとかって絶対あるじゃないですか、13歩、うん、だとなんか15ヤードだと大きいし10ヤードだと短いってなっちゃうから、うん、あのそこのエッジ見ながら素振りしてあげる。あ、そう、エッジ見ながら。そうだってボール1個あります。ボール1個、はい、そ、手でエッジに投げてもらっていいですか。うん、オッケーの時に手元見たかってことなんですよ。でなんで人間距離感合わせようとすると手元じゃなくてその落としたい場所、打ちたいところ、投げたいところ、そう見た方が距離感、振り幅が合いやすいんで、アプローチは基本的にそういう GPS とかレーザーとか使わないようにした方がいい。その微妙な距離が必要なので10ヤード単位ってアプローチ短くなればなるほど大きくなっちゃうから、うん、で150ヤードから打つ10ヤードとこの15ヤードから打つ10ヤードって全然違うじゃないですか、うん。今なんか便利なものありすぎるけどちょっと感覚に頼った方がいい部分もあるんで、そう落としたい場所見ながら素振り。はい、そうもうちょっと確かに。そういうこと、それと同じ振り幅で打ってあげればいい。はい、そういうこと。ナイスナイス。ナイス
そうやって距離感はしてってあげて。はい。で、フォローちょっと出してってあげてくださいね。はい。うん。わあ、惜しい。ちょっと強かったですね。ナイス。ぴったり狙ってくるやん。4です。はい、じゃあこれ今スタートから3ホール回ってみてどうですか。久々のラウンド。久々ですね。でも2ホール目プラス4打だったんで、やっぱこういうのがダメですね。少なくしていかないとダメですね。プラス4まで行っちゃうとちょっと大変ですね。まあやっぱ行っちゃいけないとこ行っちゃいましたからね。そうですよ ね。なんかこう最後のアプローチのところ、うん、GPS とかに頼らない方が、うん、なんかあんまりそんな経験ない私でも確かになんかこう寄せやすかった気がしてます。ちょっとそれをこのね、はい、次にもう一回トライしてみます。